どうも様、オクチャンネルだー。今回なんですけども、ロト7当選結果の動画でございます。で、はい、今回なんですけども、まあちょっとすいません、家族旅行に、無事行かせていただきまして、まあ非常にね満喫した状態ではあると。そしてまあ前回はね別に当たってはいないわけですから、まあ通常購入だけだというところではあります。そしてまあ自分的にね、結構当選してる時のジンクスって結構あって、その辺のちょっとまあシーンをね確かめたいなというところもあり、まあいろいろね、まあ今回もね試した結果なんかのねお話もさせていただきつつ、まあやっぱりね今普通にカレンダー上で見ると結構連休状態じゃないですか。まあ月曜日まではお休みだよと、一般的にはっていう形なので、ここで当たってたらめちゃ気持ちいいよというところで、当選結果見ていくしかないなと思っております。では早速ですね、当選結果見ていきたいと思います。即戦金、はい、行きましょう。まずは当選番号ですね、ここ見ないと始まらないよ、だってもうそれは決まっている事実なんだからというところで、さらっと見ていきたいと思います。こちらでございます。はい、当選番号15892037、そしてボーナス数字1126でございました。出現の方は1111203030、そして奇数偶数割合は、奇数奇数偶数奇数偶数偶数奇数という形でございます。まあやはりちょっと注目すべきは1の桁久しぶりに来たねと、いうところなので、まあ結構最近来てなかったから、まあノーマークだった方なんかね結構多いんじゃないというような感じはしております。で、奇数偶数割合もまあ別になんかどっちがどうだみたいな感じもないので、まあいつも通り、まあどちらかが多くてどちらかちょっとあるけども少ないというレベルじゃないかなというところでございました。では、私が解説させていただいた出現濃厚エリアどうだったのかというのがこちらでございます。はい、出現濃厚エリアですね、1列目1、2列目5、3列目8、4列目9、5列目20、6列目30、7列目37という形で、まあ全然問題なくマスだったよというところではあるんですが、まあ例えば1列目が1が出ていたりとか、あとまあ4列目も8から始まるところが9が出ていると。で、さらにまあ7列目、まあここはまあ別に普通なんですけど、まあ一番端のものが出たよというところで、結構まあ濃厚エリアとしてはまあスレスレのところではあったのかなというような雰囲気でございます。で、私解説させていただいております全開催分の出現トップ5ですね、どうだったのかというのがこちらでございます。はい、一応今回なんですけども、一応ここで最大15893030と37、そしてボーナス2611の2等はいけるよというところで、まあ今現状だけを見ていると、最近この全開催分結構熱いねと言わんばかりじゃないかなというところでございます。で、さらに少ない部分ですね、アンダーファイブを見ていきたいんですが、こちらでございます。はい。で、アンダーファイブ別に点灯ございませんので、難しい番号が出たんだぜっていうわけじゃないということがわかると。で、さらにトレンドの方なんですが、こちらでございます。はい、直近10回分見ていると、今回はここで最大値で見ると5、8、20、30、37、そして11、26のマックスで3等は狙えていたんだと。いうところを見ると、やはり流れとしてはどっちですかって言われると、前回細分が強かったよねっていうのが、まあ非常に浮き彫りになるというところですね。なのでまあ今回見ていると、別にまあ荒れ替えではあるんだが、難しい番号は出ていない、でも出現濃厚エリアのマスは取れているというところで、まあ荒れ替えだけを意識して1の桁ドンピシャで狙えていたんだったら、まだ可能性高かったねというようなところだったのかなというところでございます。では参りましょう。私、今回も購入したエリア購入法、アミプラスの、ロト7バージョンで購入した、まずは上段。当選結果は、こちら！ふぅ、きつ。なんかちょっと何とも言えない感がすごいですね。これだからちょっとすごいことになっているのかもしれない。はい、では見ましょう。私が購入したエリア購入法アミプラスロト7バージョン下段当選結果はこちら。
い、ただの反省会でございます。非常に辛いところだなというところで、まずちょっとここ見とこうかと。まず上段の方ですね。A、B、C、D、E、F と、あるんですけど、まあ、なんか、どことも点灯はしているんだが、当たってないという状況。で、さらにこちら、下段の方なんですけども、これも同じですね。A、B、C、D、E、F、G、H まであるんですけど、まあ、どことも点灯していると。で、まあ、唯一惜しかったんじゃないというのは G ですね。G のところはまあ、惜しかったんじゃないでしょうか、というところだったかな、というところなんですけど、これだからどういうことになってるかというのは、まあ、後でちゃんとわかりやすく説明させていただきたいな、というところです。で、まず変化法なんですが、こちらでございます。はい、変化法で見ているならば、どうだったのかというと、まず同じもの、4回分から見た同じものっていうのが出ていたのが5番。で、あと8番ですね。で、あとは、30番と、37番だったので、まあ普通に5つぐらい抑えれたじゃんっていう話なので、変化法での、まあ今回だから両隣とかっていうよりは、もうまんま4回分だけの番号はガッと集めて上手に組み合わせたら結構取れたんじゃないっていうところですね。じゃあ重複分省いていくとどうだったのかっていうのがこちらでございます。はい。一応今回、この中にありましたねっていうのが7個、ドンピシャでありましたと、さらにプラス2も、ボーナス2つもあったんで、まあ9つありますと。まあそれはそうなんですよ。だって36個だから。そう。だから解説の時に言わせていただいた25番という番号が今現在エアポケットになっているんだけども、まあ残り36個で考えると25っていうのは別に使わなくていいんじゃないっていうのは、まあここは当たってたっていうね。間違いないところだったんですけども、まあちょっとね、悔しいね、ああ悔しいねとしかね、言いようはないところではあるんですけど、いやほんま悔しいですねこれね。で、削除しにくい番号なんですがこちらでございます。はい、まず前回当選番号からは5番と30番のこの2つ出ていたねと。で、前回細分の削除しにくいんじゃないっていう番号は5が出ていたので1つ。で、トレンドの削除しにくい番号というのは5と30が出ていたので2つありましたというところで、じゃあこの辺はまあちょっとまずカット対象として使うかどうか迷うよね。その、どうなった、優秀だったのかって言われたら、そうでもないと。まあ情報的には別に悪くないですけど、まあ5がね、全部にあったから、まあここは結構、5をちゃんとね、使うという判断をしていたらよかったんじゃないっていう感じはするんですけど、まあ数で見たら個数的には非常に少ないですね。だから前回の当選番号と、だけ参考にしてたら、まあ良かったかなという感じじゃないでしょうかというところでございます。で、削除見込みなんですけども、こちらでございます。はい、今回なんですけど、一応トップ5が20個、20番があって1つ、トレンドの方で1があって、1つ、で、トレンドの参加以上は0個で変化法が、0個でございましたということで、じゃあ、ここどう使うべきだったのかっていうのは、まあ、単純に、まず、トレンド3回以上のものっていう、11、13、23、36と、で、あと25。このあたりは、まあ、いらないんじゃないっていうふうに判断していって、ただ、まあ、全然結構良かったんじゃないっていうところでしたね。で、今回、だから、何が良くなかったかっていうのは、非常にこれ見たら分かりやすいんですけど、こちらですね。はい、まず私のこの今回の解明でございますと。で、まあ、変化法というところに関しましては、まあ、あくまでも指標にしか過ぎないと。上段で寄せるための技術でしかないという状態。だから、隔離されて別で買ってるっていうわけじゃないので、まあ、2個は取られていたんですけど、まあ、特に、変な影響はなかったと。いうところなんですが、何が良くなかったかっていうのは、これ僕、あんまりこういうお話しないんですけど、例えば上段っていうのは、要は6つのグループがあるんだぜって話じゃないですか。帯で見たら、6個ね、ピンク、水色、黄色、緑、青、まあ水色ですね。これサックス、だから、濃いピンクみたいな感じで、6つグループあるわけじゃないですか。この6つのグループに1つずつ嫌がるっていう、その全部に点灯してるっていうのはそういうことなんですよね。だからまあ、いわゆる、まさに一番嫌な散り方したっていうのが、現実問題なのかなというところでしたというところですね。で、かつ、下段の方で、ここもまあ、うまいこと組み合わなかったっていうところなんですよ。で、一応、だからまあ、ちょっと改良点そうだよね。ちょっとこういう風にした方がいいかもなみたいな感じのところも、まあ、例えば見え隠れするわけですよ。上段で6つのグループがあって、下段の方で各グループから2個ずつ、例えば1個ずつ抜いていくみたいな感じでね。まあ、本当に
強運だったらすごいよねっていう話にはなってくるんで、まあそういう改良点もまあ入れてもいいのかなとも思いつつ、ただやっぱりまあ下段ってどういう効果をもたらしてるのって、そのワンチャン近くに寄った時にグッと寄るっていう、その特定的な条件でのラッキーをね、呼び込むためのものなので、まあ、あんまりこう、広げすぎたら良くないか、みたいな風にもちょっと思ってるんで、そこら辺だから、まだもちろんね、改良の余地っていうのはあるとは思うんですけど、まだ一旦ここはこのままで行きたいかな、というところ。だからまあ、今回何が良くなかったかっていうのが、まず一つ確実なのは、6つのグループの中に、各1個から2個ぐらい、こう、綺麗に入ってたっていうところが、まあ、良くなかったと。で、さらにまあ、もう自分の中ではもうこの、当選してるパターンと当選してないパターンで、何が違うんだろうっていう風に考えると、確実に僕の場合は、なんか外れるところ、ここで、例えばネット購入だったとしても、ここで買うと良くないみたいな、なんかあるんですよね。例えば、電車に乗ってる時に急いで買うと良くない。で、大体出先で買うと良くない。のが結構外れてること多いんですよ。で、当たってるパターンってなんだろうって考えたら、だいたい番号は家で、チョイスしたものを外で買うっていうのは別に、これは当たること結構あるんですよ。だから結構なんか時間がなくて、どうしても外で選ばざるを得ないなんてね、ことも結構あったりはする状況ではありますけど、できるだけなんか家で、番号を組んでから外で買うみたいなことは、まあした方がいいかなと。で、じゃあ今回はどうだったのかって、まあちょっとその辺のジンクスも自分の中でちょっと確かめときたいって、まあもちろん運もあるからね、100% とは言い切れないんだけども、ね、言い切れないんだけども、ただ、やっぱりまあ今回だから一応旅先ですね、旅行先のホテルチェックインして、まあいろいろ終わって、ほんと寝る前ぐらいに、まあちょっとだけ時間使うね、みたいな感じで番号スーってメモ書きして、で番号落とし込んでって、買うっていう、まあ要は外出先で買うっていう風にしたんですけど、見事に外れたということで、まあ自分の中で、まあ人それぞれですよ。ここで買ったらなんかよく当たるんですっていう方ももちろんいらっしゃると思うし、別になんか、だからどうだっていう話じゃないと思いますし、いえ、それってまあ人の感覚だったりとか、こう経験だったりとかの、まあ思い込みの部分ではあると思うんですけど、まあ思い込みは思い込みで大事なのかなとも思いつつ、まあ要はその、まあなんかこう、あれですよ。本当にその、なんか、神頼みに近いものですよね。なんか自分の中でこうゾーンに入ってるっていうのがあるとしたら、僕の前自宅で番号を選んでる方が集中してるんだなっていうのが、結構あるなっていうふうに思ってます。まあもちろんだから自宅でカタカタ 100% 当たってるわけじゃないですけどね。当たりやすいなっていう傾向はあるのかなっていうのが、まあ、なんとなく今回で、まあやっぱそうだよね。だから自宅でできるだけ番号選んだ上で外で買うっていうことをちゃんとやろうかなっていうふうに思っております。はい。まあこれはまあ自分の中で今回使うのはすごい小さなね、あれなんですけど、まあなんかこういろいろ旅行とかも行って気分もね、一新してリフレッシュしてるんで、まあちょっとある意味冷静に見れてるところはあったりするから、まあそこはまあ別にまあ僕のね、やり方でしかないので、まあそれぞれでいいのかなというふうに思っております。では、ここはね、当選結果振り返っていきたいんですが、こちらでございます。はい。なんと今回1等ゼロ口でございます。皆様来週夢が広がるぜというところでございますね。なんとね、キャリーオーバー14億7000飛び、13万円までね、回復したよというね、感じでございます。なんかちょっとまだ少ない感じするんですね。20億ぐらいからよっしゃーみたいなね、雰囲気はあるのかなというところですね。で、2等が8口出ておりまして、974万4000円、3等が151口で72万2700円、4等が6683口で9500円、5等が1万飛び、ごめんなさい、10万飛び、5944口で1400円。6等が19万1744口で、1000円でございましたということでございます。はい。まあ、なんだ、結局ね、まあ、どこで買うかっていうのも、まあ、それはもう個人の自由だし、自分がなんかこう当たるような流れあるときに、ここで買ってたなとかって結構思い出したりするじゃないですか。外した時に限って。で、当たり続けてる時って、まあどこで買っても当たるっしょみたいな風に思っちゃうから、まあよくね、言うじゃないですか。本当に買って兜の尾を締めなさいとね、言う、油断しちゃダメなんだよっていうところで、まあ別に僕基本油断してるわけじゃないですけど、まあなんかね、いろいろこう、
まあお仕事だったり、育児だったり、いろいろしながらの作業になるんで、まあどうしてもこう同じルーティンで毎回変えないっていうのもあったりはしますし、あとやっぱりまあデータの解釈をね、今ここだなっていうのをこう、どのタイミングで自分の中で切り替えていくかっていうのは非常に重要にしてるんですけど、まあ、勝てばね、官軍でございますから、まあまあ一応僕別にその勝たないといけないっていう理由があるわけじゃなくて、やっぱり自分の人生の目標、その遊びの部分の目標としてやっぱり宝くじ全部高額当選させたら面白いよねって、そんな人ってあまりないわけじゃないですか。まあそれで人生変わるとかじゃなくて、単純にそこが目標だっていう、その面白いゴールだっていう、まあワンピースでいうこうね、ワンピース取るんだと、海賊王になるんだというような感覚です。はい、まあ、楽しんでやらせていただきつつ、まあ、やっぱりね、外れれば悔しいなと思うし、もうやめたいなーとかっていうのも、ちょっとね、たまに思ったりはしますけども、まあ、とはいえ、きっちりね、やっぱりまあ、目標ある人生で僕は楽しいなと思ってるので、頑張ってやってきたなと思います。では皆様、来週のロト7の動画でお会いいたしましょう。ご視聴いただきまして、ありがとうございました。